発行部数1億超えの19作品の漫画がこちら。すごない？キングダム億超えの仲間入り記念ということで、ゴルゴの8割は理髪店が買ってそう。飲食店もあるぞ。鬼滅って20巻ちょいやないっけ。それ考えると他の100巻台のとため張ってるのすげえな。ほんまバケモン。8位、1億5000万部、鬼滅の刃、恐ろしい作品やわ。ワンピはどうしても関数多いからな。すごいんか？すごいやろ、1億やぞ。金田一すげえな、コナンはこれ以上なんかな。金田一が意外。1位、広告部、ワンピース、圧倒的やね。もうすぐ呪術も入るんやろうな。あと2000万なんよな。あと4、5巻続けばいけそうやな。アニメ化ブーストと完結ブーストで乗りそうやな。せやな、呪術は鬼滅の後続的な感じやったが、それなくてもいったと思うわ。ちなるふと悟空と一時期肩並べてたトリコは3000万部や、まあそれでも億万長者になれるレベルで売れてるんやが。単巻の発行部数ランキング、10位、ナルト342万部、まあさすがやな。9位、北斗の拳、370万部。8位、ダッチ、385万部。7位、アトム、435万部。ダッチとアトムそんなすごいんや、びっくりや。6位、ワンピース、481万部、全体やと圧倒的やったが単巻だと6位。は、ワンピ6位なん、もっと上位かと思ったわ。関数多いのと少ないのどっちが有利なん？鬼滅は関数少ないから買いやすいよね。5位、スラムダンク、548万部。4位、ドラゴンボール、619万部。3位、鬼滅の刃、652万部。嘘、鬼滅1位かと思ってたわ。1位はあれやろな。ボーボボイってへんのか。2位、ブラックジャック704万部、全巻で1億7600万部。絶版なったらしい、4巻やったかな？それ含めたらもうちょい増えそう。なくなって何年経ってんねん、すごすぎやろ。ブラックジャックすごすぎやろ。1位はわけわからん作品がぶっちぎりや。1位デビルマン500万部、全10巻、総部数5000万部。マジ？くさ。マジでわけわからん。ミスや、前後巻、単巻あたり1000万部やな。これはほんまに申し訳ない、よりぶっちぎりになってしまった。これは実写化したら大ヒットしそうやな。大コケ定期。デーモンになっちゃったよ。デビルマン売れすぎやろ。デビルマンって今の漫画にかなり影響を与えたんやって。昔はマジでとりあえずすりまくれっていう時代だったのかもしれないな。今はそれなりに調整するだろうけど。今は無駄にすればその分困るやつ量産おるしな。少なすぎる。泣けるわ。ボーボボが1億も売れてたら恐怖だろ。知名度と影響力考えたら700万は少ないやろ。売れたかどうかより自分の脳みそを揺らしてくれる作品こそ主力やと思うが。次1億いきそうなのは呪術、ヒロアカやろな。それぞれ8000万部、8500万部や。小説作家が100万部売り上げたのと比較すると漫画家ってすごい売り上げ規模やな。まあ一冊あたりの価格もあるから、にしても漫画のが売れやすいけど。高橋留美子は特大ホームランはないんやな。軽音はいかないんだ。キララ作品で一番売れてるのがゆるキャンの700万部や、軽音は335万部。小田の印税48円かける多く、使い切るのこれ？すべての収入集めると7世代くらいは遊んで暮らせるくらい稼いでるやろ、つまり使い切れん。印税って売れてくると出版社と交渉屋が上がるらしいで、おそらく小田は15、20もらってると思うで。そんな庶民レベルの考えと加藤にないやろ、小田には。ワイミにでもくれたら有効活用したるのにアホやな。未完で8000万付近の作品は呪術、バキ、ヒロアカ、ハンター、バガボンドくらいやな。ハンターとバガボンドはもう死んでるけど呪術、バキ、ヒロアカは億超えいけそうやな。筋肉マンはまだ連載してんの？新シリーズ連載しとるで、ゆでが SNS でネタバレやめろ、ずって切れてたのが九段のやつ。くさ、億超えは無理そうやな。サンデーのコナンは金田一のヒット受けての2番煎じで当時はバカにされてたのに今ではでかい存在になったね。推理漫画ってコナンみたいな売れ方は今は目指せないやろな。電子書籍は売り上げがそのまま発行部数に加算らしいな。でもあらかじめでする印税が発生しないから売れるまでお金が一切入らんので作者は電子出版嫌がる人多いで。ドラえもんは海外の版権フリーにしてた時期あったから計算難しいんちゃうかな。なるほど。ざっと見てるけどどのサイトも数値変わらんな。ドラえもんだけ1億のサイトと3億のサイトがある。ハンターハンターはちゃんと連載してたら1億いけたやろな。
ほんのあらりはざっくり言って20くらいや、1冊万引きされたらそれも札占いと赤字。